上杉重房、この人が始まりですけども、それ以前、一応貴族なんですね。ね。これを見てますと、この家は微妙にハズれをつかむ傾向にあるということで、なかなか苦労はしたようです。一応、藤原の冬継の子孫で、荷重寺流というふうに言われますけども、この荷重寺流の、えー、あの、あれだ、高藤。 この子孫であって、この子孫からはいろんな絵が出てますね、甘露寺家、荷重寺家、までの公う家をはじめとする、いわゆる荷重寺流と言われる、そういう、えー、あの貴族を輩出するんですけども、その荷重寺流からかなり離れたところに位置しています、この上杉家は。高藤の子孫には、紫式部の夫である藤原信方さんも、えー、いらっしゃいます。 この辺見てますと実はこの辺とかこの辺とかと微妙に関係を持ってしまったためにこの絵は苦労します。では上杉氏になる前の話を見ていきますと、まあ、この果十字流の始まりというのはこの藤原高富士ですね。 年年に生誕してて亡くなっています極寒、最後は小三民の内大臣まで住んでますけども、基本的にはそんなに高い地に登れるようなタイプではないですね。武漢、エモンフなどの武漢や、頭領などを歴任している、そういうタイプの下級貴族で。ただ、あの彼が大きく飛躍するポイントだったのは、娘の院子が源の定みという、 えー、高校源氏の、高校天皇の,、えー、あの王子で、親戚降下した源菅美という人物に嫁いだと。ところが、いろいろあって、この源菅美が、えー、皇族に復帰した上で、さらにあの宇田天皇になったと。その宇田天皇と院子の間に、あの、第5天皇が生まれたということで、藤原孝藤は、えー、突如、天皇の外戚になったんですね。そこから、えー、中納言、大納言と出世していったと。 ただ政治的にそういう中納言、参議中納言、大納言というふうにこう、えー、昇進はしていったんですけども、もともとそういう素養、えー、があるわけじゃなくて、どっちか言ったら地道に官僚、実務的なことやってきた官僚なんで、政治的なセンスは別になかったようですね。当時は内大臣つうのは、あの、まあ、一応存在はしていたけども、基本的には左大臣、右大臣。 ということで、ポストが入ってなかったために、なかなか大臣には登れなかったと。亡くなる直前に病,あの病気、重い病気にかかったときに、一応天皇の、えー、外戚ということでの、内大臣にし、えー、てもらったと。うん、ちなみにこの時の左大臣が藤原時平、右大臣が菅原道真の時代です。でえー、時平も、えー、道種も道大大臣に、えー、なれる 経験はまだ積んでいなかったために、時平はまだ経験が足りず、道種は家柄の関係で大乗大臣になりなかったために、まあこの高藤さん、結局内大臣、数ヶ月後に亡くなってます。この奏助乱貞方、高藤の息子の貞方は、第五天皇の外籍として、まあ最初に右大臣まで立身します。大倉百人氏の三条宇大臣として名前が残ってます。彼が山品に加重寺を建立し、以降この貞方の子孫が、 荷重のを中心にして、えー、固まったために、えー、この定方の子孫、引いた高藤の子孫を荷重寺流というふうに呼ぶになっています。藤原為助。まあ、あの、定方は結局、第醐天皇の外籍としてあったけども、それを結局、まあ、あの続けていくことはできず、この為助さんは長く弁官を務めています。 この弁家を長く務めたことによって、えー、そういう実務に関する、えー、知識がつい実務に関する、えーまあ、蓄積を積んで、家重寺流の、えー、基礎を築いています。この為助の、えー、子供たちう有名なのは藤原信孝ですね。信孝の子孫からは常房が出ています。えー、この舌常房っつうのは、源頼朝と後、えー、白河の間をうまく取り持って、の頼朝の親ロ勝ち得た、 貴族ですねこの日立ねさの、えー、資産、ずっと吉田を名乗るんですけども、えー、鎌倉時代末期に甘露寺家を名乗るようになり、そこから棒までの工事、果、え、樹、ー、寺,寺などが出ています。中弥陀、中弥家時家,家などが出ています。で、一応果樹寺流と言いますけども、えー、本家はこの甘露寺です。ただ一番、あの、半室家とか中弥家時家の方が、えー、出世は早いですね。この甘露寺家、窓の工事、果、え、樹、ー、寺、この3つは、 弁官とかそういったものを務めて、この甘露寺とそれから和田の小路と過剰寺は、えー、たくさん日記を残すんで、えー、日記の家というふうに言われています。まあ今日でも甘、えー、露寺近長の近長京気、までの小路時房の兼題、えー、記などが、えー、残っております。えー、まあ室町時代には、えー、それでこの下常房もう吉木、その孫の吉続記 など、えー、数多くの、えーまあ、重要な、えー、日記が残されています、えー、中嶋時家からは今川義元の母にあたる受刑人などが出ていますね。そういうような、えー、家系にもつな、えー、がる家なんですね。上杉家の祖先である藤原さんは、まあ下級貴族として早く死んだとか、そういったことで結局出世のルートに乗り切ることができずに、藤原の盛ののりの時代を、えー、迎えます。 で、この藤原の森のりが、えー、非常に、この時ちょっといい目にあいさったんですね。というのは、藤原の森のりのおばが、ただざねの特質となって、で、より長を生んだと。まあ、この時、ただざねは、えー、最大限落ち,落ちぶれていた時期であって、白川の、えー、まあ、怒りを買って、宇治に筆測した時代ですね。その時代に、この、 家獣寺流と言われた家の初流である森田の娘と男女の関係になって頼長を生んだと。まあ、晩年に生まれたために頼、えー、長は忠舟、えー、に、忠、ま、舟、あ、にとっては不遇な時代に生まれたために頼長が非常に忠舟、えー、で調査されていく。それに応じて忠舟の復権ともに頼長も上がっていくと、この、えー、いとこの森のりもものすごく上がっていくんですね。これが良かったか悪かったか言うたら、まあよくなかった。り長のいとこであり さらには、えー、ストックの、えー、天井人にも、えー、抜擢されています。その結果、方言の乱ではストック上皇方として、えー、参加して、この方言の乱の、えー、長本の一人として、佐藤にいる際なり、その後の運命は不明です。まあ、そのままあの帰ってきたと記録はないんで、おそらく佐藤で、えー、客死したんでしょう。もう一人、農、え、園、ー、という人物がいます。農園、えー。森のりの弟に、あの弟になってますね。 この農園は森のりとは、えー、違って、こういう関係であの非常に大きな力を持ちました。というのは、農園の母親、秋のりの妻の、えー、で、森のりとは違うんですが、森のりの妹の弟になってるこの農園というのは、秋のり、まあの5歳通かなんですけど、この、えー、女性は平の時の分の,の妻だったんですね。で平の時の分だ、ね、時子とか、それから時忠。 さらには、研修門院を生んでいると。さらに平野清盛とつながることによって、この農園というのは、平家のもとで非常に出世します。一応出家しとったんですけども、妻ももらって。これ、あの、ちょっとよく、自分で、あもちょっとよくわからないんですけどね。保肖寺の修行になったんですね、彼は。一応、法院の相関を持ち、保肖寺の修行になってます。あの、瞬間が流された後の多分保肖寺だと思います。 ところが再退していて、藤原南家の出身のの子さんという女性を妻にしとって、娘を一人産んでます。この妻のの子が平野京のプッシュマって、高平新の言葉、後の言葉ですね、の乳母になってます。の農園はそういう意味では、この上杉のご先祖さん関係の中では、ものすごく美味しいところを掴んだはずなんですよね。ところが平氏は京森の死後、あの、都を落ちします。 彼もそれに従ってしまったんですね。農園が没落した後、このの子さんは源の道近と再婚します。この辺、あの、長谷智子さんが小説にしたってめっちゃ面白いんですけども、長谷智子さんの小説では、のりこさんが能天気な人で、夫が没落していった後、道家が訪ねてきて、思わず男女の関係になってしまった時に、妹の剣士、彼女もあのですね、彼女有名ですね、今日の壺、ね。 彼女から、えー、何考えてんのと言われて、分かってる私だって、あの人の行きずりの相手だったこと分かってるわよ、言うて、えー、言うんかと思ったら、どうしてあの時あの服装着てたのかしらとか言ってあのな、えー、泣き崩れると。似合わなかったのに、と。あっちのが似合ってたのに、あそういう問題ではない、というふうなことでですけど、まあ実際どういう人か分かりませんが、紀子さんは、まあこの道がと、えー、うまく、えー、再婚して、大師、有子さんともかな、証明文院、 大は後鳥羽天皇に受代して土見天皇を産むということなんですがこの農園さんは残念ながら都落ちに従って没落で1185年壇の浦の後は京都に連行されて備中の国に流罪、えー、2年後に許されるんですけども帰ってきた時にはこの典子さんはもう道近の子供さんにも産んでるという状況で、えー、彼は後鳥羽天皇即位の恩許も全く受けることなく死んでしまいます。 で、この土御門天皇の、えー、外祖父に当たるはずなんですけども、その土御門天皇の外祖父の、えー、地位は源道隆が完全に奪ってしまったと。美味しいところを取ってしまったと。いうことになります。まあ、そういうふうに、えー、ちょっと、えっ、ー、と、方法なんですね、ここの家はどうも。そこで、この清房は、この、えー、考えた、この後鳥に、えー、食らいつくべきだと。現在の我々から見たら、 ああ、やっちゃいましたね、なんですよね。やっちゃってるんですよね。清房さんはやっちゃった。何をやっちゃったか言ったら、後鳥羽にくっつくのはええはずなんですけども、まあ、在庫のつてで後鳥羽上皇即帰になって、これで森のり、農園、割り食わされてきた、この上杉家の五千五千んいいと、ええもんつかんだかなと思ったら、上級の乱で、 言葉はおに流されます。特権だったので、この清房もおに、えー、一緒についていきました。言葉がなくなった後、この言葉の、えー、おについていたんは。ええー、言葉とこの清房、それから伊賀の局、ね、いわゆる亀菊ですね。この辺がついてたんですけども、言葉の死後ええー、亀菊と。清房は、ええー、気楽して、えー、その後は、ええー、この清房さんは、ええー、亀菊に使えるという。まあ、ある意味冴えない、結論になってます。で、従っていつ亡くなったかもわからないと。 でこの上菊さんも、えー、一応こういう藤原の清房という、一応貴族に仕えてもらえるぐらいやったから、まあ、それなりの言葉の、えー、妻として、それなりの、えーまあ、格式を持って女性を送ったんでしょうけども、その後の運命もよくわからないということなんですが、彼らはようやくいい人をつかみます。運命が好転します。清房の息子の上杉あの重房さん、藤原の重房。 彼は宗隆親王に従って鎌倉に峠したと伝えられています。で、その、えー、宗隆親王に従って峠するときに丹波の国の上杉の書を賜り、名字を上杉というふうに名乗るであると。ただ、宗隆親王に従って鎌倉に峠した貴族の中に、実はこの上杉重房という人物は実はいないということで、近年いろいろと言われてまして、 門院というのは、これあの、御堀川天皇の、えー、兄弟にあたる女性なんですけれども、この式典門院のクロードの中に、えー、この、えー、藤原の重房という人物がいるらしいことが分かっていると、この式典門院死後、五差外院の奪を行っていたこの西の御方、彼女が宗隆親王の陶芸のちょっと後に、彼女がやっぱり鎌倉に下っていると、そこに同行したんじゃないかと。 宗隆親王に直接ど、どう生きさせてあるかは色々ある、いろいろありますけども、一応、鎌倉では宗隆親王に使える貴族集団としていたらしいと、下級貴族としていたらしいと。宗隆親王の開く後も鎌倉に残りというのは、まあ,あの、帰ってた宗隆親王だけであって、これや親王もいますしね、だから宗隆親王側近を返すわけにはいかないわけであって、宗隆親王が帰ったとも重夫さんは残りますけども、その時に足利数字に使えています。 で、えー、安藤の息子の頼氏に自分の妹を嫁がせて、足利家時を生んでいます。足利氏にくっつくことに決めたと。まあ、だいぶ格下がありましたけどね、あの、藤原頼長とか、平野清盛とか、後鳥羽天皇とか、そういうともに比べると、足利安藤というのはまあ、11位の左大臣とか、天皇とか、11位大乗大臣とか、そういうのに比べると、 鎌倉幕府のそれも、まあ、トップではない、ちょっと没落しつつある、えー、足利氏の外籍家臣、だいぶやっぱり確保してますけども、これが上杉氏にとっては、非常に大きな力になったわけですね。重房の息子の頼重、ただあの、やっぱりこのように、えー、いつ生まれていつ亡くなったかっつうのは分からないということで、その上杉家の、えー、立場っつうのもよく分かる。 要するに記録に残らない程度のもんでると。頼重も、えー、家時の外籍っいうか、まあ自分の、えー、姉もしくは妹があの家時を産んでると。さらに自分の娘の清子を、えー、足利津大臣の側室に送り込んでます。だからまあこう見ると上杉家っいうのは鎌倉に行った後は足利家に、えー、側室を出す形で足利家の外籍に収まり返えていたと、えー。ただしメインではない。 という感じですよね木を菅氏の側近にして生まれた高氏と高,高國というのは足利家の諸子であって嫡子である高吉は北条氏を外籍としてます足利家の嫡流というのはやっぱり聖師というのはやっぱり北条家から代々出すわけですね家時は結局、まあ、あの弱い立場になって下月騒動の関わりで自害に追い込まれてしまうのも結局彼が 方条件を解析に持っていないということもあるでしょうし、そういう形ですね。高尾城と田中と田吉ですね。祖父になってますが、いつ亡くなったかはわかりません。で、上杉茂明。えー、より茂の着手です。彼は、あの、不死民の女官の新宰相に仕えてるとありますので、どうやら在京していたようですね。玉洋和歌集にも、えー、日衆してますが、えー、早死にし,たし,しまして、えー、息子の友佐が、 を継いでいますこの、えー、子孫が扇ヶ谷津上杉氏ですね上杉頼重の、えー、次男である上杉の利夫さん彼は足利が高尾に従って鎌倉幕府の倒幕に従軍しています権務政権では神戸の守護になってますけどもずっと京都にいたようで北本家紀恵軍が鎌倉を落としさらに京都に上洛してきた時に四条、えー、河原の戦いで高尾寺を見守って戦してます まあ、高の身軽になって戦死しているということで、上杉家、そういう意味では、えー、この時頑張ったのが大きいすね。で、乗房の弟の乗藤さんは、1338年に摂津渡めの戦いで、これも北畠が家で戦って戦死してます。だから北仏が家によって結構、えー、やられてるケースが目につくなという感じになります。平安から鎌倉、えー、室町初期の上杉氏の始まりのあたりまで見ていきました。 この家はは華やかなんですね作ってみると華やかですね華やかだけども馬場を引きまくる陰家と引きまくるでこれでも一歩間違えて例えばより長が勝ってたとか永、うん、家が没落しなかったらとか蒸気 <laughs> の乱が起きなかったらとか <laughs> そうそうそれ考えるとものすごく美味しいところにガッとかか食らいついたのに 触ったものはごとごとくあのー、ゴミになっていくというかちょっとかわいそうですね乗った時はね本命ですよねそうなんですよ石漢家平家言葉天皇というのは、うん、もう間違いがないというか より長はもうあんなことになるとは誰も思ったわけであってあの当時はただ道をこう追い落として完全に天下を取ると思ってたはずですよねあのこのの森典さんは、うん、そのいとことして頼長に重用されて俺天下取れたんちゃうかみたいなで農園さんはこんだけ兵士に食い込んで俺いけるやんと思って。 でえー、あの森徳のさん、没落、農園さん、没落、それと清布さん、今度ご後鳥に拾ってもらえた。俺、これいけるやん、お <laughs> た級なら。なんか、ものすごいかわいそうですよね、これ。上杉家のご先祖さんって。土帝の母親の財司さんはい。だから出てきますよね、はい、財司さんって。出てきますね。言葉は、でも淳徳の方に行っちゃうでしょ、土帝捨てて。うん。で、その後。 財司さんは悔しかったらしいけど、あ財司さんってこういう家の人なんやと <laughs> 思って、まあ道近のばっかだからなあでもそうか農園があの兵士のつな、えー、がりがあるんで自分の妻を言葉の奪にそこはで,できたんで、うん、だから農園さんもあれですよねあそこで兵家の都古地についていかへんかったら実は彼がその栄光天にしたかもしれないのになんでついていったんやろうと。 その財産なんですけど、源の道近の後妻の連れ子とか出てるんですよね。うん、そうですよね。そう,そうです。そうです,そうです。そうです。これ、何やった？その道近の後妻の連れ子という。それはでも、この道近が力があったから、言葉に受胎さすことができたんですね。この人はまあこの農園の失態を密着がカバーしてくれましたね。 まあ黙ってたら、このまんま多分財司さんは当然、要するにあの目のとこですから、この財司と後葉は。でも出たら、そのまま財司さんは後葉に見そりめられたんだと思いますけどね。ただ、野上さんがやらかしたミスをあのちゃんと道近がバックアップしてくれた感じですね。後鳥羽と財司さんは縁があったから、道近としても使える娘やったわけですね、この子は。そうですね。 だから、長美道子さんの小説では、道近って実は平氏政権に非常に深い関係だったんですよ。あの晩年にちょっと対立してみたいなんですけども、長、え、美、ー、道子さんの小説では、結局、道近がそこに食い込んだんですよね。財師、うん、と紀子さんに、なんであの、まあ、いわば小物きの罰位チに食いついたか言うたら、要するに平家色の強い自分を言葉の側帰にするためには、この紀子さんと財師さんが必要だったというのはあるでしょうね。 のりこさんの存在を大きいんですよ。だから、のりこさんは価値があったわけです。そう、持つ価値だったわけです。道近にとってはね。うん、うん。のりこさんを使わなかったら、道近が言葉に、あの、くっつこうできなかったし、やっぱり兵士にくっつきすぎていたために。よりともが入ってきた時に、めんどくさいですからね。このえ、元道みたいなことになる。こののりこさんを使うことによって、一気に、あの、兵士職をかき消して。言葉の側近にぐいっとのし上がると。 で最後鎌倉に行って足利にくっついたと。うん最後においしく行けたと。この時点ではね足利が将軍になるとは思いませんよね。思ってません。だから多分この伏見房さんとかああ俺もしょぼくだと思うんだぜ」と。頼 <laughs> 長に食いつこうとした清,清盛に食いつこうとした後鳥羽に食いつこうとした俺が足利や数字に食いつこうとしてるのかと。 頼真さんとかあたりも清子さんを足利菅氏のあくまで側室ですからね息子も諸子ですから大した未来ではないですよね高橋さんが亡くなっちゃうんですよねそうなんですよ廃念、はいはい、しちゃうんですよねあそうかそういうことがなければもともと本命中の本命ではなかったわけだこの家は、うん、まあ鎌倉幕府のこの足利家の中でちょ,ちょっと大事にされてるなみたいな家で終わるわ それがここからは、はぐのがいい方へいい方へ転がってついに戦国大名までなっちゃったと <laughs> 丹波の国、上杉の将というのはもともと持ってたわけではないんですね、この果重事件とかがどうもそうじゃないみたいですね。揺らわからないんですが、どうも重房がもろったみたいですね。これでは丹波の国の上杉の将とほとんど関係ないですね。いいすもらってはいますけど収入が入ってくるの,くるのとまあ代官使わせてるぐらいですよね。 だからまあよくあの、高氏の生まれた場所はあの丹波の国やいうてあの京都府なんかはアピールしてますけども可能性は0.01%だろうと。は鎌倉ですか、生まれたのは。絶対鎌倉ですよ、それ <laughs> 何や悲しゅうて妊娠してわざわざ京都まで行かなあかんねんという話ですわ。じゃ上杉清子さんは鎌倉生まれで、一生鎌倉で過ごしたわけですか。あ最後、京都行くんですか。最後、京都にいますね。 まあ、子供たちについてね、清子さん結構長生きだから、そういうことがなければ、鎌倉生まれ、鎌倉育ちで終わったわけですね、うん、清子さんは。そうですね、ね数はずだったわけですね、そうですね普通に暮らしてればね。地元を盛り上げるっていうか、まああのと、ご当地ヒーローになる,なりなるんで、足利尊氏とか、あの北条早雲とか、備中の国で生まれたとか、丹波の国生まれたんだけど、まあありえないでしょう。 何が悲しゅうてあの奥さんわざわざ妊娠したら帰らなあかんねんみたいな北条早雲のお母さんだって京都村教の京都たちの派手なのに何が悲しゅうてそれに比べるとまたあの秦野川勝が流されて阿吾に来たという阿弥陀に来たという話の方がまだしもねまだしもね筋 <laughs> が取りますよね <laughs> うんあるかもしれんなと <laughs> これさすがに中世鎌倉の辺まで来るときちっと分かってくるから 鎌倉に住ん。いる人が丹波へ来ることはないはと、うん、無罪なととかあったらまあ分かるんですよ。出産のために何や悲しゅうて、うん、そこまで。<laughs> あの上杉の書をたまるっても別に本願地いうて別にあのそこにゆかりやったわけじゃなくてもろとだけやろみたいな。もともとそこの出身で上杉を名字の地にしてるってそこの出身じゃないじゃんという。<laughs> どう見てもこの,この家系を見ると。京都ですね、ずっと。ずっと京都です。名字は上杉にしたと。 まあ鎌倉に行っちゃってから、なんかなんかそれこそまさに鎌倉に行っちゃったからでしょうね。京都に行ったら多分京都の屋敷の地を普通は名字の地にするんです。あのこれ、こう話になりますけども、室町時代には四条と八条にそれぞれあの屋敷構えたんで、あの四条上杉、八条上杉というのがおりますね。在京してた上杉家には。京都で縁が切れたわけではないんですね。室町時代になると、あの山の内上杉とそれからあれは。 おあの犬掛上杉か、山之内上杉の所流が八丈にあの屋敷を構えて、犬掛上杉の所流が四条にあの屋敷構えるんで、えそれぞれ四条上杉、八丈上杉として、八丈上杉はかなり幕末まであの京都にいますね関東と京都と両方に拠点を置くわけですね、この時代の有力者 関東と両方言うのは珍しいかもしれませんけどね、関東と京都の両方、どっちかというと上すぎて、関東関連でありながら、まあ、京都との関係深いですから。経済見てると、ずっと上の方で源の定美さんが天皇になるはずなかったのが、天皇になったというところで、ちょっと運が向いたことあるんですね、これそうですね。で、あのー、この人は百、あのー、人衆の,の名前残る立派な人になってるし、三条右大臣。 藤原の元常が妹の高彦子が大嫌いで <laughs> あそうですね高校天皇無礼であったという <laughs> あだから源定美さんが天皇になる予定ではなかったから院子さんが結婚できてるんですねこの多分そうでしょうねだからその辺本当この家は何かあのうまいことつかむ感じではありますよねでまああの高藤さんいっぱいおるけどもその中でもこの辺なんか没落してる時にえ彼がものすごいおい,おい,おいしいものをつかみかけたのに 掴んでらすかだった。この傷見てると。頑張ってるといいことがあるという。<laughs> 最後まで <laughs>。この三条大臣はあの有名な歌を歌ってますね。<laughs> そうです。そうです。あの、な、なしは、は、大阪山の実数は。人に知られて、くるよ、しもから。<laughs> それですね、それ、それ。<laughs> ご先祖様大したもんもいるし。<laughs> 途中、あちこちに、えー。人と絡みを持ってるんですね。今もにいた系図の中ではね。 波乱万丈の系図ですよ。そうですね。うん、それもあの主役じゃなくてね。<laughs> うんうん、脇役でしょ。脇役ですね、れ彼らは。うん、だらその際の主役がなんか超スーパースターみたいななん出てくるから。本当。と。<laughs> <laughs> 上杉家、大木がやつ、山の内、犬がけ、たく、ま、これが四上杉家と言われるもんですけども、この上杉家が大きく飛躍するのはこの よ、えー、りしげの娘の清子が、えー、足利正氏と結婚して、高氏忠義の二人を産み、なおかつ、この本来は諸子であったこの高氏が、嫡男の死によって、嫡男になっていく。さらにその高氏が鎌倉幕府を裏切って、後代後というのを裏切って、室町幕府を作っていくことによって、この家系というのが一気にスターダムにのし上がっていくんですよね。その結果、四つの、えー、上杉をまあ基本的には、 室町時代前半はこの山内とそれから犬掛、これが主人公になっていきます。拓馬はその後もあんまり振るわなかったんですけども、最後はあの江戸幕府の旗本になっています。犬掛は滅亡しちゃいます。あの扇ヶ谷つも滅亡します。山内はこの紀秀の子孫が後継旗本に、この紀貞の血筋的なこの房方の子孫が 難しいですね途中で長岡が養子を迎え入れてその子孫が大名字に残りますから上杉氏が苦難の時を経て、えー、安定していくのはこの観音の定乱です、えー、まず上杉憲明さん、えー、この人があれですね成吉親王と足利秀吉の鎌倉将軍府が作られた時兼務、えー、の申請でね えー、この成尾志新というのは、あの、五代五の王子ですね。え、この成尾志新を正夷大将軍、足方小執権として鎌倉将軍府が作られるんですけども、その時の久し番として、この上杉範明が登場してます。宗高親王に仕えていた、えー、上杉重房の子孫ということで、この上杉範明が、こ成尾志新の側近で取り上げられたんだと思います。36年に、ね、は父の範明、えーのりえー、のり房が、 37年、えー、おじの則藤が、えー、戦死した結果、えー、上杉氏の、えー、家督を則明、えー、が継承することになります。柴家長も、えー、北畠、えー、秋へ戦って戦死したために、だからこうしてみると、則明、則藤、彼らはいずれも北畠秋遣によって、えーまあ、戦死しているとで、さらに柴家長が秋遣へ戦死しているということで、秋遣というのは、この上杉則明にとってはものすごくいろいろ関わる人物ですね。 まあ、最もっとも、秋山も1338年5月15日に石津川、現在の堺市で戦死してますけども、その渋谷長の後任として足利義明による鎌倉府の出自、えー、になっています。まあ、これは関東関連の始まりですよね、事実上の。越後の国の平定に尽力したんですが、官、え、能、ー、の上乱で高尾寺に敵対して、えー、信濃の国に追放されました。ところが、足利元氏によって復権してます。 元々追放された畠山国清の後継として関東関連越後皇助の主語になりさらに武蔵平一揆という武蔵の国の黒人の一揆を鎮圧して、えー、武蔵主語にもなってますこの範明の時代に関東に完全に根を張っていったわけですね上杉重雄人人物、えー、なかなかこの人物ちょっと謎なんですよね えー、カジュ重ジの僧侶であった同盟という人物と加賀局の,の間に生まれています。先ほどの形図で見ると、えー、ここですね。清子の、えー、妹にあたる加賀局の,の間が生んだのが重義ですで。父親の出場がよくわからないんですよ。カジュ重ジ家の人間であるというふうな話もあるのどうもカジュ重ジの別当とかいろいろ言われるんですけども、えー、とりあえずカジュ重ジの僧侶であるということぐらいしか実はわからない。 いろいろちょっとわからないですけども、あのどっちかやったらこのか、あの母親のつてを頼って、この則房の,あの養子になっているというのが、どうもえなったみたいですね。則房の養子になったと。で、この重吉、彼は、割合実は有名な人物であって、畠山忠宗とともに、河野諸の排斥に動いています。これが観音の情覧の始まりですよね。 だ観音の上乱のスタート、始まりを切ったのは、この人物です。畠山忠宗、えー、上杉重義、えー、そう明吉らが河野諸直を、えーまあ、残言したことに始まると。その結果、諸直による御所負けを経て、忠、えー、義の失脚に受けて、えー、彼は越前の流産になります。で、えー、現地で殺されています。上杉智貞、重明の子をですね、廃人した。 重明が死んだ時にはまだ若かったようです。ということはどうも、あの、上杉重明がいつ死んだか分からないが、この1321年以降、えー、1333年以前亡くなってるんじゃないかと。この上杉友世田は従って、清子の、えーお、おば清子の貢献を受けているようです。1337年には丹後の守護、引き付け当人を経てますけども、えー、観音の上乱で忠義に従って、信濃の国で、えー、亡くなっています。 このように上杉というのは原則として、基本的に忠義派にくっついていったということが伺えます。で、なぜそういうことになったのかということですけども、もともと上杉氏は、 高尾寺忠義の外籍として高尾寺忠義に食いついてたそういう家であってまあ,あの鎌倉幕府がそのまんま続きなおかつ、えー、高氏が早死にしなかったらまあ,あの上杉家は足利家の所流である高尾寺忠義の側近として細々と行きでいったんですよね。一方高氏についていたのはもちろん、えー、足利家の笠裁を代々務めていた 皇嗣の皇の諸直らなんですけどもおそらくはこの皇の諸直を含むこの皇嗣がこの高義が早死にしたことによって高氏付きになったんですねその結果上杉氏からするやなんか皇嗣が入ってきて面白くないと,ということで皇嗣とは対立する道を選んだとそれが結果的に諸直と忠義の対立が始まると上杉氏はみんなこぞって忠義の方に接近していたと いうことが言われています。上杉義則という人物、彼が結構重要な役がしますあの。範明の子なんですが、重義の養子になっています。この義則は、えー、太平記など等では、この向こう側にて、皇のものなら,一,ら一族を殺害したという人物として取り上げられています。まあ、実際には上杉義則なのかどうなのかは、実はよく分かってない。 あの上杉なんとかさんというカント名乗りの名前で書かれてるんですけどもそいつがこの義則だと言われたけど最近あの重義の実子である上杉重末じゃないかという話もあります。諸直一族を殺害したこの上杉義則ですけども重末かもしれませんがまあ義則も諸直一族の殺害に、まあ、関与してないわけはないと思うんで河野諸直とは、えーまあ、この重氏の養子ということもあって徹底的に戦う。 忠義に従って、えーまあ、敗戦しています。忠義が鎌倉に、えー、入った後、えー、高尾氏はそれをかけていく、その時に、えー、箱根で、えー、高尾氏を迎えって敗戦していますで。その結果、流罪されたんですけども、斜、えー、面されて、関東慣令として足利氏光を、えー、補佐するようになっています。よね、えー、足利元氏 の存在が大きいですよね。また元地についてはまた後でちょっと見てみます。上杉知久さん。上杉の頼藤の子ですね。あの、えー、北関昭恵忠戦死した、えー。こちら大木がや上杉ですね。きしの戦死後、上杉知久からの貢献を受けながら。観音の上乱では、ただよし方と、やっぱりこれも、こうでもただよし方です。上杉家は、まあ、基本的には、あの、山の内、えー、琢磨、犬掛け、えー、それから、あの、大木がや、えー、問わず。 基本的にただよしがとしたがって、えーまあ、信濃に行ってます。まあ、復権後は、えー、上総の守護、あるいは信濃の守護を経て、篠と二人で関東官僚をやってます。が1370年以降、関東官僚を辞任したとも言われており、京都や鎌倉、その両方でその姿を見ることができるということで、まあ、90年までそこそこ、えー、結構活動時間期間は長いです。35歳で引,引退した後は 関東管連を辞任したというふうに言われてますけども、関東管連を、その辞任が認められたかどうかも不明だし、ただ、まああの、京都に結構うろうちょろしているところを見ると、関東管連の職務は、えー、やめていて、むしろ、えー、京都と鎌倉の、えー、連絡とか、そういう結構重要な、えー、問題には参画してますんで、失脚したわけではないようです。 ここで鎌倉九法についてちょっと見ていきますと、鎌倉九法での取り上げてもいいのかなと思いましたけども、この上杉を鎌倉九法について一切触れずに上杉を触れるのはちょっと難しいので、えー、もう鎌倉九法もここでやっちゃいます。まあ、初代鎌倉九宝、足利義明ですね。鎌倉幕府滅亡時に人質となって鎌倉にいましたが、えー、鎌倉を脱出後、幕府攻めの総大将にえ担がれています。 刑務臣塞では鎌倉将軍府にひっついてます。まだ子供、あの、1330年生まれで,ですから、刑務のの時はまだ5歳とかそうなので、まあ、成吉臣のの方が、まだ足も、まあ、50歩、100歩ですけども、えー、ちょっと成吉臣の,のは、年、え、上、ー、ですね。鎌倉将軍では成吉臣の足利忠義に次いで、席字を与えられてますが、実際には成吉臣の友ども,も、えー、まあ、飾り物です。鎌倉将軍府、足利忠義が上洛してからも鎌倉にとどまってます。 で観音の上乱で、足利忠義が失脚したのを受けて、忠義の後任として上洛し、やがて二代目将軍に、高氏の死を経てえ、二代目将軍になっています。義昭の後継いのは、この足利元氏ですね。この義昭と元氏は同母です。どちらも最後の執権、北条盛時の妹と高氏で生まれています。 あの彼は足利忠義の養子として忠義に養育されてみたいたためです。だからこの元おじというのは実は高おじの子でありますが高おじ派忠義派で分けるならば忠義派というふうに分類されますね。で上洛した義昭の代わりに、えー、関東に下校をしてます。まあ、この段階では高おじはもちろんまだ小さい子供12歳の子供ですから自分の子ですし忠義は まあ,あの、没落してますから、元氏はえ高氏派だと思ったんでしょうけども、日程を将棋を滅ぼしたまではいいです。畠山国清という高氏がつけられた関東筋を、えー、罷免し、自分が子どもの頃に、えー、面倒を見てもらっていた上杉憲明を関東関連に復活させて、高氏派を排斥して、忠義派を登用すると。さらに宇都宮氏綱から神津家と越後の守護を剥奪して紀明に与えるなど、この上杉憲明には、 元氏はものすごく強要しています。まあ、だから、この元氏の代に、えー、上杉家は忠義派にひっついて、パパ引いたかなと思った瞬間、ここで上杉家は、えー、元氏にひっつくことによって、えー、一気に関東の支配を、えー、確保するわけですね。で、この元氏というのは基本的に高氏派の排除、忠義派の登用によって、えー、鎌倉府を構築していた人物です。足利氏光及び上杉の利晴。 ま,あまず氏光から一応見ていきましょうか、氏光の、まあ、乗りはず先に死んじゃうんですけども、氏光は、元氏の死んだと鎌倉九方を継承しています。元氏って28で亡くなるんですよね。この鎌倉九方の家系って、みんなものすごく短命で、室町九方に比べると圧倒的にあのサイクルが速くて、足利義光から名前をもらってるのは2台になりますしね、氏光と光金の2台になりますし、ものすごくサイクルが速いです。 藤光さんは上杉氏の補佐を受けて関東に引き寄るが支配権を、えー、築くことに成功していますその上杉ですけどもこの上杉憲原を見てみますとこの足利が藤光に近似して光付け主婦になってますところはこれ実はですねこの上杉憲原さんちょっとややこしいことがありまして範原さんここにいらっしゃいます本来範明の後期正式な攻撃はこの乗り,り方 これあの、黒田元樹さんによると、ノリマサと読むべきじゃないかという話もあ,ありますけども、ということはノリマサなんだろうなと思うんですけども、なんだぐもノリ方で、えー、ずっと作ってて、今日急に帰るのもしんどいんで、乗り方で行きますけども、えー、この乗り方さんに本来は行くはずだったんですけども、このノリハルがそこに出張ってきたと。これは宇治みに個人的に気に入られたからなんですね。1377年には関東関連になっています。 ところが、えー、彼が昨日と毒だったのは、1379年、攻略の政変によって芝義行が氏、えー、光の揚陸計画を立てます。それに応じて氏光は上洛計画を立てました。で、これによって、えー、範治は政治的な立場が壊れちゃったんですね。要するに氏光に次々従えば、京都との関係が壊れる。 京都との関係が壊れると、あのこの乗り方らにニが、えー、黙っちゃいないと。しかし逆にここで宇治密に反抗すると、宇治密との個人的な関係で、えー、まあ、関東からなってる以上は、のりはるさんはもはや求心力を保てないと。あののりはるの立場というのは非常に難しくて、宇治密とよしの関係が良かった。 ただ、ようやく安定するという関係あったんですけども、氏光と義光の関係が破綻した以上は、範治も破綻してたらないと。だから、範治としてはもう進むべきは一個しかないですね。もう死をもって氏光を諌めるぐらいしかないわけです。要するにあの、この説得に失敗すれば、どちらにしろ範治はあの積んでるわけですね。積んでしまった彼は、えー、自害することによって氏光を。 で、宇治光はそのノリハが、えー、腹を切ったことによって目が覚めたのか、上落計画が中止になってます。まあ、柴吉幸がどの程度宇治光の擁立を真剣にかあの考えたかというのはちょっと微妙なところですよね。吉幸とすれば、この宇治光にいざとなったら乗り換えるよという形で圧力をかけた結果、吉光は細川由里行を失脚させたと。 え、いうことで、その、えー、寄り行き失脚を勝ち取ればもう、吉行きとしては別にもうどうでもいいと。極端な話言えば、吉行きからするや吉水でも氏水でもええんですよね。氏水は、この吉光からの圧力を結局こうることになります。吉光にとって、この氏光というのは、やばいやつと。大山氏の乱が起こった時には、大山氏を滅ぼしています。 まあ、それによって上杉氏を、えー、牽制すると。要するに、えー、俺に逆らえば俺は本気出すでと、えー、いうことで、まあ、しかも小山氏の乱で小山氏を滅ぼしたことによって、足利氏みの、えー、権威は、えー、結構強いことがはっきりしてきました。ということは、えー、上杉氏にとってもそうそうそれは,国にはできないと。義満と氏みの関係は、氏、ま、み、あ、がべこべこ謝った結果よくなった。それからあの、欧州官令、大崎氏の力が。 今一つ発揮できない都合で、1390年には陸奥ではの国の統治を一時的に委任されます。えー、上杉憲方さんですけども、範春が死んだ後は関東慣で大山市の乱、えー、では、この憲方は随分活躍したようで、神津下津武蔵、伊豆、阿波の守護を氏、えー、光から、えー、引き渡されて、まあ、上杉家は関東一帯に力を持っていくと。 その次の関東関連は上杉ともむねで、乗藤、犬掛け乗藤の方ですね。兄とも房が隠遁、えー、して、えー、京都と鎌倉間をうろうろするようになった後は、犬掛け上杉氏の家督を継いでいます。この乗り方が死んだ後は関東関連や武蔵主号などをやっています。彼の主な性的な実績としては、応援の乱に交渉し,とした足利光兼を諌めています。でその足利利光兼ですね。 足利光光さんは宇治光の着手ですにこうして出兵しした人物ですねしかし上杉智夫さんに止められて、えー、結局そういう意味では足利氏光足利光兼いずれも出兵は考えあの京都と全面対決を考えても、えー、上杉氏がそれを引き止めると、えー、上杉氏の助けがなければ関東軍方は、えー、手出しをできないということになります。 この足利光金は弟の光直と光貞をそれぞれ笹川、稲村、陸奥南部に下しています。これはあ、あれですよね、この鎌倉将軍府が陸奥ではの支配権を認められたということで、陸奥南部に自分の弟たちを派遣するんですけども、それに対して陸奥南部、現在福島県の伊達郡の黒人領事であった伊達政宗の乱を招いています。 ちなみに、今日は礼をしている伊達政宗というのは、この、えー、伊達政宗の、えー、名前を、もらったものです。伊達照宗の、えー、息子は、本来なら、伊達家の代々の例から言えば、伊達秋宗にならだったんですけども、えー、まあ、吉明さんいなくなっちゃったんで、あの、仕方がないから、政宗の名前を、大江の政宗からもらっています。伊達政宗、伊達政宗は、釈迦川吉光やご縁うと、血のつながりがあります。 伊達宗の母親というのはあの足利光也ご縁遊天皇の母親の姉妹にあたります。その宗政宗の乱を招き、あの上杉氏典の活躍で鎮圧に成功すると、この結果、えー、この上杉氏典、この友宗氏典、こちらの力が伸びてくると。乗り方、えー、乗り張るこの乗り方の、えー、死後、この、えー、上杉 宗、上杉、氏のり、この力が伸びてくるということになります。ちなみに、えー、足利家のあれではこういう感じですね、綱直と三ツ畑が、えー、それぞれ笹川、えー、稲村、こ,このところのサイクルが、えー、非常に早いんですね。20代、えー、30なるかならんかで、えー、死んだり、40、まあ、長くても40までしかいかないという。 えー、非常に短い、えー、家系です持ちうじの場合はまあ、ちょっと違いますけども、鎌倉公保と関東関領なんですがはい。鎌倉公保は世襲ですね世襲ですねでこれは世襲と決まってるんですかあるいは京都の将軍が任命するんですか京都の将軍から承認は得ますけどもどうなんでしょうね 官職を一応配慮してるというのとそれからまあ元服にあたっては足利将軍家から名前を配慮するというその2点があるんで完全に独立するわけじゃないんですがさりとて室町将軍家が三、えー、つ金じゃなくて三つ直にしろとかそういうことはできない感じですね関東関連の方はこれは世襲ではないんですねあまあ一応上杉家にはで,では世襲ではない えー、あちちこっちくる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 、まあ、上杉県の中でこれも京都の方から任命されてるみたいですねいや鎌倉久保に人事権があるわけではなくて京都の将軍の方が関東慣領を指名するわけですお前やとそう,そう,うとだからものすごく難しい立場に範原さんが立たされるわけです,です家は上杉に固定されてるわけですねこの時代はそうですただ上杉といってもいろんな家があるから 誰にするかは京都の将軍が決めると、うん、あの基本的にはもうほとんどこの山内に固定されていてこの友宗とその息子の氏則が、えー、ちょっと入ったぐらいですかね上杉の中の主流はこの山の内上杉なんですそうです本家筋は山内上杉になりますかねだけどあの北条の徳宗家みたいに 圧倒的な力を持っあるいですあれは足利将軍のように圧倒的に一本が力を持ってるわけじゃないんで、経済はこの役者っていくんですね。関東関連立場は難しいんですね。ものすごく難しいですね。大忠誠を誓う、鎌倉国防と京都の将軍とが仲良くやってるということであれば問題ないですけども、うん、よくトラブりますよねあの、まあ、トラブルしかないですね。<laughs> 仲良くった時期ほとんどないですよね。 トラブルしかないのにだけど一本化ししようとはしないんです、ね、あの結局お互い手放したくないからでしょうね。特に京都からすればこの上杉家の人事権を握ることがもう最大の命綱なんです多分。だからあの鎌倉九方からするとできる限りそこのところで自分の言い分を通したいところでこの犬だけがこうニュキニュキと突き出してきたりするんですよね。 あるいは範治ののがいきなり関東関連になったっつうのもまあ京都サイドは範方の方を押していたんだけどもまあ最終的にこう交渉して京都があれするんだけどもその時に範治かみたいな決定的に破綻すると京都の方が強行して殴るようになりますね関東関連というのは鎌倉公保を補佐する役割と京都の将軍を忖度しながら 鎌倉工房を見張る役割と両方あるんですかそうですね非常に微妙な職ですねこれそうなんですよねだからのりはるさんとかのりさんとかぜひとももにさん皆さん結構困っていると思いますね歴史の関東区分は皆さん困っていると思います国だからあの京都からしても悩むところなんですねそれが、うん、あの実は前週のラの時に出るんですけども。上杉家というのは 独自の所領とか独自の軍事力を持ってるんですか持ってます。神月はもう、えー、上杉家がずっと、えー、諸護職を持ってますね。関東管領という職を離れても有力な経済力と武力を持ってるわけですね。この人す持ってます。そういう意味では強いのは強いですね。関東九方の,の武力のかなりの割合はこの上杉がになってるんじゃないかな。まあ、逆に言ったらそれだゃな室町軍と都合がいいと。京都からコントロールしやすい 上杉が鎌倉府で大きな力を持ってる方がいいと。うん、室町幕府ってのは面白いですね。なんでこんな複雑なこと考えるんやろうと。多分、その場限りでこう作り上げてた結果、ものすごいややこしいものが出来上がっちゃったというのが室町幕府なんでしょうね、これ。江戸幕府なんかすっきりしてますもんね。鎌倉幕府の抑圧反対だって、こんなややこしいことないですもんね。<laughs> 室町幕府はややこしい <laughs>。 あの多分間に合わせで全部現物合わせで作ってるからでしょうね。現物合わせの間に合わせで一生懸命作ってるから、もうあっちこっちが、あっち,ちこっちが、もう、げタげタにきしんでるというのが室町幕府かなと。きちっとした設計図を持って作ったわけじゃないんですね、この組織は。そうですね。もう全部現物合わせ。鎌倉府というのは、忠義派の拠点になったんですかそういうことになりますね、どうも、そういう見方があるみたいですね。 この元氏以下、忠義派が、えー、制圧したと京都から見てね、けしからんと、あの潰してまえとはならなかったんですね、あのー、結局、京都の方でも、忠義派が結構、芝山名とか、忠義派が結局、<laughs> なんだかんだいうて、あのー、ずるずるっとら持ってますからね。菅野、まあの上乱で、忠義負けたけど、忠義負けたけどなくなっちゃうわけじゃないんですか。 結局、忠義派との妥協を図りながら、旧忠義派の関係があの京都にもいっぱい入ってくるし、関東はもうほぼ抑えられちゃうので、結局、忠義がそういう意味では室町幕府の、まあ、影響を持ち続けた人物になるのかなと。うん、結局、忠義の亡霊とどう、まあ、折り合いつけていくのかってうのを、うん、室町幕府のあれ会いだったのかなという気もしますね。そういう意味で、高氏派としてがっつり、皇、ま、嗣、あ、がほぼいなくなっちゃったんで。 結局、高氏派としてがっつり信頼できるんで赤松、京極、うん、結局、それ、戸澤けばっかりですよね、あの高氏にくっついてくれたじゃ足利一門というのは結構、忠義に言ってますね。<laughs> 芝とか、細川はどうやったかな、細川は両方に分かれてたんか、結構両方に分かれるケースも多いからな。まあ、高氏とね、忠義が。 破綻しなければね、足かかで。もそうそう。<当>ね、<laughs> 何の問題もなかったはず。<laughs> 上杉氏の始まりのところで一人、大変な人物を挙げると、上杉禅宗ですよね。上杉禅宗、生まれた年は不明です。彼が出てくるのは1102年のこの伊達政宗のらの鎮圧の時に出てきます。で あの笹川蜘蛛、足利三直と強調しながら、王州に勢力を腐食していき、上杉氏の力を南王州、現在の福島県あたりまで力を伸ばしていくということで、このえ上杉全州は勤めでやりたいったわけですね。父親の、えー、死によって、ウィ上杉氏の家督を継承しています。同年、足利三か金、ね、鎌倉蜘蛛の足利三つかねが、えー、死去し、嫡男持ち討ちが継承すると。ところがその翌年ですね、 足利が光孝が無本を起こすという不説を起こしています。要するにあれですね、光、え、孝、ー、というのはこうこうに居るわけですけども、この光孝が死んじゃったとこの持氏じゃなくて、この光孝が俺が後継者になるべきだということをまあ言い出すということですよね。あの結局光孝は謝罪す済ませんという形。その代わりに。 つらの,の次男である、えー、足の自らの養子にするという形で手打ちがなされるわけですけども、この背景にはどうも、えー、関東関領上杉憲貞への周辺の反発があり、関東関領の、えー、上杉憲貞が、まあ、責任を取って辞任すると、その結果、氏のりに、えー、関東関領の口が転がり込んできたわけですね。 でどう言われるのかよくわからない私もちょ,ちょっとよくこの,の「さだにどういう反発だったのかとそういったことに関してはちょっとはっきり書いてなかったんでわからないんですけどもなんかそういうのがあるらしいとところがこの「氏りと「持ち氏」らの関係も、えー、微妙に実はよくない結局この辺「足利」が見たか足利が見たかは結局こういうこと言い出したのも持ち氏 学校系であることに不満,不満を持つ、えー。連中はたくさんいたということも伺えるだろうし。まあ、その辺、ちょっと持ち討じも、ややこしい事情を抱えたんだろうなと思います。な持ち討じの外籍に、えーまあ、関東一色氏がいて、この一色氏。これの力が増大してくることに対する不満でもあったのかな、という気もしますね。一昨年には、氏のりの家臣である、えー、尾畑六郎という人物が所領を没収されると。 いうことになりそれに反発した宇治則は関東官令辞任しますそれを受けてまあ上杉憲元が関東官令に就任しますがこれに対して宇治則と三坂が連携して反持ち宇治でつながっていくということになりますそれが爆破したのは上杉全首の乱ですね 1916年、いきなり上杉禅宗、えー、出家して、氏、え、則、ー、のことですね、禅宗、光孝らが足利持ちと上杉則本を襲撃します。その結果、足利持ちは駿河に逃亡、則、えー、本は越後に逃亡しています。これに対して、京都がどう動いたかというのは実はものすごく不透明なんですよね。の足利光明が進言したことによって、ようやくも吉持は持ち救援を決定しています。 ということは、義持は、えー、この光明の信玄がなかったら、どうなしたかったんやろうと思うわけです。で、光明の言い分は、義持の烏星語である持ちを、えー、救うのは当然のことであるというふうに強く、えー、進言したようであって、義持としては、持、えー、ちと禅師は潰し合って、 お互い傷つけばラッキーかなーというのと、さらに言うと、実は禅宗の,の息子って結構あれ、京都におるんですよ。京都におるんで、えー、実は禅宗は意外と京都寄りであったということを考えると、先ほどのこの、えー、謀反の風説、あるいは範定への反発、氏範の関東関連就任というのは、これは新京都派と。 反京都派の問題なのかなというような感じですよね。上杉氏則は実は意外と京都と関連があった可能性が高いと。ただ、これも被害にはいえないんですね。結局、それ潰しちゃいますから。足利義持は、駿河主語の上杉則政それから越後主語の上杉ふ方彼らに命じて全州を攻撃しています。 その結果、全州は自害に追い込まれ、水高も持かも皆自害します。で、竹田信光は海で自害、岩松三鼓は残首というふうに、全州派は一網打尽に合うわけですが、その結果、犬掛上杉は京都にいた全州の思想を除き壊滅すると。え、いうことで、まあ、京都に何人かいたんだけど、犬掛さんは、 かろうじは残るんですけども、基本的に山,内に山の内に一本化すると。で、この善衆の乱で最も分からないのはこの、この人物ね、足利義次の逃亡、善衆与道と認定されて捕獲されたんですが、これの取り調べを行った富樫三成が、細川光元、柴吉重、畠山光則、赤松義則らが与道したというふうなえ報告を出すわけですね。 ところが、一転して、今度は三成が義継にうしたという疑惑が浮上して処刑されると。実はもう何もわからない。真相はわからない。伊藤清さんは、あのこれを要するに、富樫三成というのは将軍先生の、えーまあ、義持の側近で将軍先生を、まあ、担う勢力であると。それがあのこういう、えー、守護大名たちに、 牙を剥いたという,ふうな見方をしています、えー、本当かどうかは分からないのこれも毛雄一郎さんはもう室町幕府の体制の矛盾が噴出したもんだと要するに基本的に室町幕府は大名に支えられる体制であったんだがその大名が謀反を起こす時に一つの大名が謀反を起こしているだけであるならばその大名を謀反人と名指しして潰せばそれでいいと。 問題は、大名は結託して、えー、例えばあの、この細川光元、橋橋重、畠山光則、赤松敏則、えー、他時とか時下がずーっと並んでるわけですど、こいつらが一斉に謀反を起こしたらどうなるのかと。結託した場合どうするのかと。で、さらに言うたら、えー、こいつら結託して謀反を起こそうとしていた、ここにメスを入れることすらできない。 ここにメスを入れたら、もし本当やっても、嘘やっても、この室町幕府の体制というのは、ガラ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 と崩れちゃうわけですね。で、どう対応するのか言うたら、まあ、結果的に、えー、これはうやむやのうちになると。この室町時代の事件の結末が極めて、薄からくうやむやのうちにあのなってしまう。で、えー、誰か犠牲者を出して、その犠牲者に全部の責任を負わせて、はい、終わりと。 いうふうにすることが多いのはこういう室町幕府体制の矛盾があるんじゃないかなというふうに言われるわけですね例えば金欠の辺でも細川勝元や山名宗前が無本に関わっている通風説があるときにそれをちゃんと、えー、確認するどころか畠山持区には最終的に赤松光政を犠牲にして山名宗前を丸め込むとこの場合では足利義継が爪払い切ることによってすべて義,義継が悪かったんだよねと 何もなかったんだ義次が勝手にに暴走したたんだよというふうふますそのためのめ犠牲吉津がどれだけ主体的に関わってたかというのは極めて疑問視されてますが昔は義次が全州と組んで一気に京都と鎌倉で一斉に謀反を起こすというふうに見られてたんですけど近年ではこの義があんまり関係なかったんじゃないのというふうに見られてます。 いうのは、義次の動きをどう見ても、なんか、謀反人として、なんかこういう根性を持って戦ってる人間は見えない。義次は多分、なんかの陰謀に巻き込まれた。悪くすると、完全にスケープゴートにされたというのが実情なんだろうなというふうに思うわけです。まあ、義次の関係者への処分は緩いものですね。吉次の妻は 別に許されて息子たちも許されてますで、えー、妻は後に足利義しの時代には十三美の女儀を受けてます、まあ、息子たちは基本的には出家してましたけどもこれで一応前週の乱は、えー、終わったんですけども問題がいくつか残るんですよね、えー、持ちうじによる前週喚起の討伐が行われると。まあ例えば京都府士州である佐竹智義これが討伐されることになって京都府士州はお、えー、極めて大きく動揺すると 欧二24年、これ一つのね、全集の欄、網走の痛み、これをどう評価するのはちょっと悩ましいところなんですが、ちょっとこの網走の痛みをちょっと見てみますと、現在、網走市、えー、郷土博物館に収蔵されているこの痛み、30センチぐらいのものなんですよ。こんな感じなんですね、現在、現,現状残っているのは。これが網走でいきなり発見されたと。いたっつうのは北 関東それからの東北、北海道南部に見られるものなんですけども、このイタビとのは、えー、南関東付近によく見られる、えー、ものであると。こっちに、えー、博物館の、えー、説明書をちょっと書いてますけ OA24 という年季があると。で、これしかわからないんですね。まあ、一般的にはこれは、えー、O パーツ、つまりあってはならないところにぽロンと転がっているもの。 工事現場のあなんかコレクターがなんか持ってきて、すごいポイド吸ったもんだろうと、え要するにもともと網走にあったもんじゃなくて、え何らかの理由で網走まで持ってこられて捨てられたんだろうと、いつ頃の頃か分からんけども、というふうにまあ見られるわけです、まあそれはそうなんですけども、じゃあ、誰がこれをここに持ち込んだのかということですね。 このの年というのが非常に気に気なるんですけども札幌大学の、えー、瀬川拓郎先生なんかはこれあの、えー、要するにこの頃ろ大年間から永郷、えー、年間、まあ、象徴永郷年間あたりに和人が、えー、オホーツク海沿岸まで到達した可能性はないかというふうに見えるんですけども骨小津寺荘園軍の岡井内郎さんはどう考えてもこれは後から持ち込まれたもんだろうと当時の人間持ち込んだともちょっと考えられない無理があると。 いうふうにまあ言ってるんで、私もちょっとよくわからない、えー、現状はよくわからないですが、えー、この大江24年通うのが、禅宗の乱と関係があって、その後、禅、え、宗、ー、の乱のあと、この痛みのあった、この痛みはたい武蔵の国南部の形状らしいんですけども、武蔵の国通うのは大変なことになるんで、なんか関係ないのかなとか思ってます上杉の離でですね、この人物の登場にえ入ります。 1110年、上杉房方、越後守護の上杉房方の三世で生誕しています。関東管領上杉則本が亡くなったこと、さらに後継者の不座を受けて、1120年、全州の乱の後ですね、関東管理、えー、神津武蔵、伊豆守護として任命されますだ10。10代ですから、基本的には何の権力もないですね。で、123年には小栗光重の乱に従事しています。この小栗光重の乱は、 この小栗っつうのは、北地の国の京都府地州ですね。持ち寺ちの申請っつうのを見ると、ものすごく、持ち寺ちがどんだけ違たかというか分かります。で、持ち寺ち自身が申請するのってなかなか少ないですね。この小栗光重の乱と、永京の乱と、禅宗の乱、このぐらいしか彼は先住に立っていないと。逆に言うたらそうなんですね。で、他にこういう京都府地州として、宇都宮・持綱、あるいは桃の井信義、 らも討伐されてます、えー、先ほど見た、えー、佐竹友義も、えー、この時に討伐されていますで。これによって義元と持ちの対立が激化し、でこの1123年通うのは、えー、あれですよね、京都に安藤陸神が義持のもとに送ってくるのもこの頃です。だからこの1123年通いうのは、まあ、大変な時期、えー、一番大変な時期であったということが言えます。1125年、足利義和が死ぬことによって、 風向きが変わってきます要するに足利持ち舌は義持、えー、と喧嘩をするよりはここは義持に詫びを入れて義持、えー、仲良くなっとけばもしかしたら義持が死んだ後俺が将軍になれるかもしれないと義持と持ち舌っていうのは親子に近い年齢差ありますから義持、えー、が死んだ後持ち舌が後継っいうのは実は全くない話ではないんですよね十分に可能性ある話です しかし彼の望みは虚しく1928年足利義則が継承し持ち主が不満を持っていきます。でこうなってくるとこの紀伊の苦しみっつうのが、えー、出てくるわけです。持ち主は義則の将軍就任に非常に不満だったんで祝賀の使者を送らないさらに象徴から影響に変わったにからず年号を使わない鎌倉五山の十字は独自任命するそういった形で よしのりとの対立が深まっていきます。で、よしのりはその時考えました。この三つのを鎌倉九方にしちゃえと思います。それに対して山名、赤松が同意しますけども、それに対して万歳羅、これに同意したのがどうもあの、畠山、それから、えー、細川で。細川が意外なのは、これ細川は三つのと本来通過なんですね。この、えー、三つ縄の遺構はこの細川を通じてよしのりに入ってくるんです。 ところが、その肝心の三津直の、えー、取り次ぎである細川家が三津直の力を疑問視したと言いますから、これよっぽど三津直の力は多分なかったんでしょうね。細川持之から見ても、こいつちょっと頼んないと。<laughs> 吉則はあくまで三津直にこだわったんですけども、もう周りから無理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 絶対無理と言われて、結局持之と吉則は一旦は僕します。 その後は上杉のリザネとそれから柴吉厚、畑畠山光家らの間で融和政策が進んでいきますところがこの吉厚という三家は先駆使三さんに相次いで亡くなります吉厚のあとは対関東強五派で三井との関係も深い細川持家が関連に就任するとそうなってくると風向き変わっていきます吉厚が関連辞任した直後吉のりは富士遊覧を行いますけども これは要するに、えー、関東に対する嫌ですよね。それに対して持ち氏は権力基盤の強化に走っていきます。具体的には武蔵、えー、相模、阿波、上総、こういったところを五力化しようとすると。もちろん、これやると、えー、上杉との対立は避けられません。で、えー、上杉に代わって、関東一色市とか、柳田市とか、こういう家が対等、えー、してきます。で、これが上杉との対立を深めていくんですね。 今日の乱に行くわけですが1936年、えー、きっかけは品野主語小笠原正康と国衆の村上織家の争いに持有寺が介入したことに弾破しますこれは乗り座がやめてくれ言うたんで結局、えー、正康が勝利しますところがそれに気に食わない持有寺は再出兵を検討しますこれ乗り座がなぜやめろ言うとか言ったら品野ってこれ京都の方なんですよ だからこんなもん、えー、持ち主がこの信濃守護の小笠原正康と戦ったら、これも京都との全面対決になるわけですね。そうなってくると、ラの紀伊さん、えー、やめてくれになるわけです。だから正康の勝利と言っても、ある意味当然のことであって、とか持ち主は再び信濃出兵するけども、これ、ほんまに信濃だ、すっきりあるんかと。えー、乗り伊真を潰すんちゃうん。ということから対立。 が深まり、結局、持ちうじは自分の側近らを切ることで和睦に応じます。が、2年後、嫡男義久が原服するときに、なんと、持ちうじは義則の返金を拒否して、しかも義を名乗らせます。これ、勝手なんですね。義則からもらったんちゃうんですね、これ。義久っつうのは自分で勝手になると思うんです。まあ、本来なら、乗りうじならずですね。持ちうじに対して乗りうじと。ところが、彼は義久にならず。もうこれ、なんか、野望が、 丸分かりです。で、さらに、一式市矢田市の禁止の復権を行います。これによって、紀、え、里、ー、は完全に追い詰められて、鎌倉出本、河津家に下校。それに対して、っ、え、た、ー、足利持氏は紀里を撃、えー、てというふうに、えー、軍を出します。それに対して足利義紀は乗り里休園に乗り出します。上杉持房、上杉紀友。 これ、あの、禅宗の維持ですね。彼らを派遣し、持ち地討伐にやります。まあ、この持ち伏や頼朝からすると、禅宗の,あの敵、父の敵ということなんですね。で、逆に言うたら、こういった人らを保護し続けていたというところに、え足利義持ち、および足利義の,の本熱のだが漏れであると。さらに、御花園天皇の千罰臨時や錦の御旗を貸しして、えー、送ってます。 当時、南王および北関東ではも、持ち主派とのり派の激突が行われてましたけども、それ以外の関東では実は持ち主優勢だったんですね。だから持ち主はおそらく関東全体は、もうほぼ俺についてると。だからここのところは、この上杉るざ真を討伐すれば、室町将軍との激突避けられないけども、それでも俺は勝てると。思ったんですが、小田原で幕府軍に敗北しました。この上杉持ちさん上杉とも、えー、今が 田田そういった連合軍に敗北してますでこれによって一気に持ち主軍は離反すると、だからここですね、やっぱり戦争に負けると、えー、痛いと。で、えー、あの鎌倉を持った三浦時高が <laughs> 離反しちゃったんですね。持ち主は、えー、その頃ノリ伊ネを飛ばするためにあの出兵していて、武蔵の国のに行ってたんですよ。鎌倉を塗る巣を三浦時高に任せたその三浦時高が離反したと。 鎌倉陥落を受けて、持ち主は海老名から、えー、急遽鎌倉に帰還しますが、もう完全に鎌倉は幕府に押さえられてて降伏。側近らを処刑することで、なんとか、えー、逃げ切りを図るんですけども、でそれを受けて、紀氏は、えー、方針を決めます。あの要するに、紀勢に足りすぎた、えー、あの持ち主の側近らが処刑されたことで、えー、一転、紀勢は持ちを除名して、 さらに、吉久を鎌倉九方にしてくれというふうに義則に要請しますが、義則は早くあの持ちうじと吉久を殺せと。でないと、のりざねも殺すよというふうに強行に出ます。その結果、のりざねはやむなく持ちと吉久を自害しますが、やはりのりざねにとっては、この持ちと吉久を自害に追い込んだことというのは、ものすごく絆という意味ですね。自殺未遂をしますが、死にきれず、 えー、は出刑し、えー、ンンします清方への担当関連異常ということで、えー、彼は完全に、えー、姿を消すはずやったんですが、紀実は一応正解には関わらないということで、完全に隠遁にしますけども、ところが、えー、なかなか難しいですね。足利光直は鎌倉朴報に就任を希望します。 一方、義兄は自分の息子の義栄を減存させて鎌倉憲法にしようという構想があり、関東政策のズレが出てきたと。で、三直か義栄か、義栄を入れる、三直を入れる、どちらにしても、しかし、うまくしっくりいかないまま、鎌倉憲法はしばらく空席になります。で、その合間を縫って、えー、起こったのは有機合戦です。持ち討の維持の安王丸と春王丸が、えー、出奔し、挙兵しました。 それに対して、吉典は、上杉清方、今川紀忠、小笠正康らを派遣し、さらに上杉憲忠には、現役復帰を減免します。ところが、この足利光直が、この有機合戦の余波を受けて、挙兵した南欧州の石川氏らによって戦死します。これによって、も吉典の関東構想は完全に破綻するんですね。 光直も死んだ。こういう状況では、もう義英を派遣することもできないと。要するに、義兄に対する反発が渦巻いていることがわかるわけですね。義兄は軍隊を派遣して、力押しで下草結城城を落城させ、安王丸と春王丸を処刑することで、なんとか関東を抑えます。南相里見発見殿では、実はこの里見義姉が結城城から落ち延びるところから始まるみたいです。この里見家の家臣たちが頑張るというわけですね。 でえー、敵役は上杉貞政という、えー、扇が上杉ですね。下草有機城城が落城してで、その安大丸と春大丸も処刑されて、その首が届き、祝賀の,、えー、の,祝賀の会で、吉典はあっちゃこっちゃの大名から呼ばれるわけですねで。そういう中、6月24日、1141年から620年前かな、この6月24日、えー、足利義典は暗殺されます。これがカキスの乱ですね。 関東関は板挟みになったんでですすねねそう東関領の宿はですね,ですね板挟みはまあ途中からも開き直って京都派に行っちゃいますよねこいつらじゃあと持ち主の方の誤算としては関東の方の兵力がもっとついてくると思ってたつうかまあやっぱり小田原の戦いで敗れたんが大きいんちゃうかな 小田原で敗れたことによって、一気に防衛戦が下がった上えに、敗れたからこれ、まずいんちゃうん言うて、あの関東の人間が一斉にばラ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 ばら打たあのた。関東は基本的に持ち主を育てたんですよ。だから多分、持ちちは称賛十分やったと思うんですよね。あの京都から攻め上ってくるやつらをこう、撃退できるぐらいの。室町幕府と戦っても、いい勝負になると思ってたんですね。そうです要す要るにまあ兵隊の問題 今川家だけでやっぱり難しいわけであって、えー、そこのところに実際にお、あの、上杉、あの、京都から上杉、えー、犬垣上杉、持房との紀友、えー、がやってきて,てるし、他に、あの、芝持種とか、今川の海とかに芝持種とか、そういう、えー、まあ、結構遠くから来てるやつが多いですね。こっちがホームだから、だからそ,うそうそう、やとホームの防衛線やから有利やと。だから、まあ、逆に言うと伊豆はもう、もともと上杉家の両家から、 あの防衛ラインをあの小田原に引いた、まあ、そこがちょっとあれだったかもしれませんけど、まあ、逆に今度は持ち主の戦線が伸びるんで、持ち主はぐっと戦線を引きつけて、ブロックすると。で、自分は乗り種を打ちに行くと。ただ、両面作戦ですね、これ考えたら。乗り種と吉紀の。自分は鎌倉から離れて、海老名に、武蔵の国海老名にあの陣を張って、両面を、ね、狙えると。 とこころがの小田のをやられた、まあ、持ち主ちの野望が招いた事件だということになりますね。この時ってあの義範さんは攻めていくんですか将軍自ら出陣したんですかあしなかったです。あの計画あったみたいです。ただまあ実現しなかった。まあ多分周りの人間が無理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 って言うんでしょうね。義範としてはそのちょっと前に実は御花園天皇にあの朝廷の いわゆる政務と言われるものを変換してるんですよね。だから、もう京都に自分はいなくても、えー、朝廷と幕府が回るように一応もう設計したみたいですね。だから本人は出てきてはまんまたみたいですね。ただまあ幸い共同側から見れば遠征軍が勝ったので、今がやっぱり強かったのと、あのやっぱり平站がち。あのまあ駿河やからその駿河をきっちりあので、その直前に実は駿河で内紛が起きてたのは吉。吉野よしのりがうまくまとめてま,まとめましたからね。 それはやっぱり大きいでしょうねやっぱり駿河と今川って大事なんですね、室町幕府にとっては。やっぱり大,大事なポイントですよね。東 <laughs> の方に向けて、やっぱりこ,これがやっぱり逆に言うたら、あの駿河と、えー、越後ぐらい最前線やから、あのよく言われるけども、あの安藤氏と南部氏の戦争に室町幕府が介入できるはずはないんですよね。戦線が伸びすぎる今度は。で、信濃の守護の問題に。 鎌倉久保が介入しようとした事件がありましたね。はい。まあ、それはダメなんですね。やっぱりダメですよね。信濃は一応、室町幕府のもんですから、関東久保が介入する。実はこれ、京都に対する侵略ですよね。甲はどっちなんですか？甲はあの、難しいですが、一応、あの、関東久保に甲の守護は。あの、武田氏は一応、鎌倉に出資しながら、任命権は京都にある。だから、武田はものすごく苦労するんですね。 駿河は京都で、伊豆は鎌倉なんですね。そうです伊豆はあの上杉氏が大体主語、えー、を持ったんですね。後には足利政友。まあ、そううで足利が正友つ友はこの足利義則が義英を派遣しようとしたその構想を実現させたものですよね。考えたら。堀越国王というのは。で、この有機合戦に勝った後で、 吉この有機合戦の関係者の首が届いてあの連日連夜祝賀席が続いたその果てですね。やっと上杉ってだいぶ分かりました。もうけ分からない、ね、山の内や犬掛け合ってこれ何をやってるんだってこの人たちは。そうね、<laughs> さっきあの一個、はい、1個席火でしたっけ何かありましたね。 伊丹伊丹これって時代は合ってるんですかまあ大江年間の大江後半期の,の様式みたいです。のののののでではないいんですかかかかか後半期のあのこにに書かれてるるる内容とその内容ととと形形式形状とかから考考ええ石場所南武蔵に の応江年間の入馬川周辺の案、えー、で作られた板火ってことは間違いないんです物は本物なわけですね物は本物ですでそれがなんであ北海道の浜走りですか浜走りです北海道の浜走りですで北海道の浜走りでなんでこれが出てくるんやと出てくる場所がおかしいとそうそう工事現場で見つかったらしいですだからまあ近代に入って誰か持ち込んだ <laughs> とかいろいろと話ありますね あそういう意味でオーパーズやと。ああこれが北海道で出てることはありえないわと。ああうん、誰か持ってきたんやろうと。ああそういう説があるわけですね。誰かそれす持ってきたんやろうという説。誰か持ってきたのは間違いないですよ。ただ、誰が何点持ってきたか、いつ持ってきたかというのは分からない。<laughs> 誰かが何らかの理由で持ち込んだのは間違いないんだが、それがいつ持ち込まれたのかは分からない。全く。普通に考えたら、まあ、近世、近代付近に あの、網走に入り込んだ和人が、なんか、あの、持ってきた、その記念品を、が、結局、ポイントとか捨てられて。で、あの、工事現、あの、埋もれて、工事現、工事で出てきた、というのが、まあ、普通に考えたら、そうなんだろうけど、という。これ、素材は木なんですか。えっと、石、石なんですか。円盤岩。と、入間川周辺に産出する石らしいです。秩父、か、そのあたり、武蔵の国で。 現在、あの当時の武蔵の国の南の方で、参集する医師。いや、そこはいかがも、関東のもんだということは、わかるわけですね。これ。そうです。うん、関東から、春まで運ばれてきたと、伊豆沖まで。そうそう。で、誰が運んだか、分からないと。うん。誰が、いつ、何と、は運んだか、分からない。